ははいどうもこんにちはミカスです、えー、今日はねアルファードの中からお届けしているんですけどもえーまあこのアルファード向こうに見えてる5枚の車のキューブもそうなんですけどあのまあ車中泊をする車として使ってます。でえどっちの車も静音化をしているわけなんですよ。まあ、特にキューブはねかなりがっつりいやもともとうるさい車なんでかなりがっつりやってあるんですけどこのアルファードに関しても やっぱりね、あのー、例えばロードノイズだったりとかあとすれ違う車から入ってくる、まあ、車外からの音だったりエンジンの音だったりマフラーの音だったり、えー、結構ガサガサしてるんですよ。<laughs> えー、前に乗ってた、えー、トヨタのセルシオとかね2台乗ってるんですけどそれにベンツの S クラスも乗ってたんですけど こういういい車ってものすすごい静かなんですよねでそういう車乗ってた記憶もあるっていうのもあるんですけどやっぱりどうしてもね気にななっちゃうんですよなんかそのブルンって加速していく時のエンジン音だったりこう100キロぐらいでの風の切る音だったりとかでそういうのって実は結構簡単に音を静かにすることができるんですよね。でさっき車中泊の話したんですけど車中泊車の中で寝るわけですよ。 誰もいないとこだったら静かなんでいいんですけど例えば高速道路のサービスエリアだったりとか、えー、道の駅だったりとか結構ねそのエンジンかけっぱなしで寝る人もいたり車がブンブン走ってるところもいたりそういう時に静音化してやるとすごくね車の中静かで快適に寝れるんですよね。うん、ということで今日は、はいまあ、車好きの方なら多分ちょっと自分でいじったことあるっていう方なら。 伝送系とかね、よくご存知なんじゃないかと思うんですけどこのエーモンさんエーモンさんからね、今この「静音計画」っていうね、えー、シリーズがいろいろ出てるんですよまあ、ちょっとこっちの方はね「音楽計画」「デッドリングキット」はいで、えー、今ここに用意してあるのがこれエンジンボンネット裏に貼るエンジンを静かにするやつで、これが えーまあ、フロアマットの下とかに敷いて下からの音を静かにしてくれるやつでこれっていうのは音楽計画って書いてあるんですけどこれ静音の方にもよく使える審査ットなんですけどまあ音を吸収してくれる素材でえー、きしみ音をね防止したりするのにあのー、ゴムが当たるところに貼るツルツルのまあシールでこれが あの車の車格によって変わってくるんですけどボンネットを開け閉めした時に隙間を埋めてくれるゴムが純正でついてある車もあるんですけど、えー、例えばこのアルファードは前側にはついてるんですけど横側にはついてない、ね、そういうところを埋めてあげる、まあ、ゴムというかな。はい で、これはダッシュボードのビビリ音を低減。えー、ガラスとダッシュボードの間って隙間がある車が結構あるんですけど、そういう車でそこでこう、ビシビ,ビシって音がね、振動とかで出ちゃう場合があるんで、それを、まあ、抑制するためのゴム、なりますね。で、で、もう一つ、まあ、このアルファードもそうだし、あのキューブもそうでもう動画は出してあるんですけど、ドアのね、 バタンって閉まったところに挟み込むようなゴムのやつがあるんですけど、えー、それはねそっちの動画をちょっと見ていただきたいんですけど実はこの数ある静音計画の中で一番効果が高いものまあ静音化ってねやればやるほど効果が出てくるんですけどちょっと1箇所やったぐらいではそんなにねそんなに音が静かになるっていうわけでもないんですよ。その中でも今言ったそのドアのところに貼るゴム。 シールのところに貼るゴムと、これ。ロードノイズ低減マット。この2つは特に効果が高い商品です。で、しかも2つともものすごく簡単です。多分ね、単品で一発で効果が分かるものって言ったらこの2つなんじゃないかと思います。で、特にこのね、ロードノイズ低減マット。これの出来が素晴らしく良くて、これ、 えーっとね、まあ、マットの下に切って敷くだけなんですよ形に合わせてまあ何しろこの2つの効果がて面であるとだまず始めるんであればここから始めるのがいいんじゃないかなと個人的には思っておりますはいではねちょっとまずこのロードノイズ低減マットどんな風にやるのかっていうのね今からやってみようと思いますはいこのようにですね えー、マットの下に敷き詰めてあげます。で、うーん、できればね、あの二重にしてあげるとさらに効果倍増です。一枚だと防ぎきれない床下の音もね、これ二重にしてあげるとより効果が出るんで、まあ、余裕があれば二枚重ねっていうのがね、いいと思います。あとね、今貼ってあるんですけど、これね、滑り止めを忘れずにやっといた方がいいですね。 さあいかがでしたでしょうかこんな風に非常に簡単でただ敷くだけで、えー、表面がねこれゴムなんですよ裏側はシンサレートみたいなやつなんですけど表面ゴムなんでマットも別に滑らないとでこれ自体はマジックで止めるんでこれ自体もずれないといった商品ですで個人的に思うのはですね特にセダンよりもこういうミニバンの方が効果出やすいかなっていう気がしますね いろいろね自分もこれ使ってるんですけど、えー、住宅用の遮音マットに比べてもこっちの方が多分効果高いんじゃないかなと思ってますまあ効果としてはロードノイズ全般それからあとエンジンノイズに引っ張られて下から入ってくるその排気音というかね脈動の,その振動というかねなんか結局床が静かになるとエンジンも静かになったような気がするんですよ これがね、まあ音っていうか静音化の面白いところなんですけど、まあそういう効果があると。で、最初に言ったそのね、このドアのシール。これに関しては外から入ってくる音が減ると。いった感じになってます。では次にですね、ちょっとエンジンの音を静かにするっていう部分で、エンジンルーム精神シート、それから審査レート。これを使っていこうと思います。で 審査、えー、レートっていうのはですね、えー、何に使うか、まあ、個人的な話なんですけどこういうミニバンだったらステップの中、ね、前後左右のステップの中それから、えー、ダッシュボードの中メーターの裏、えー、アクセルペダルとかのねペダル類の上に山ほどこれを入れてあげることでエンジンの音っていうのがだいぶ静かになりますまあ一番最後にねちょっと比較動画出すんですけど 何もしてない状態と全部やった後でどういう風に違うのかっていうのもねもうほんとびっくりするぐらいこんな静かになるのっていうぐらい変わるんでこれおすすめです。 で今まあエンジンの話してるんですけど実はんエンジン音ロードノイズね風切り音ってこういうところもそうなんですけど実際にはねこの窓から入ってくるんですよだからいわゆるその高級車と言われる車って窓がね違うんですよねガラスが分厚かったり、まあ、防音ガラスっていう車もあったりするんですけどそもそもガラスがね違うんですよ <laughs> それはしょうがないんですけどだったら そもそもエンジンルームから外に音があんま出なければ窓からも入ってこねえだろうっていう部分でこれがね役立ってくるともうエンジンルームの中に音を閉じ込めてやれと、まあ、個人的にはねそういった目的というかね感じで使ってあげると効果が分かりやすいんじゃないかなとではちょっとこれをやっていきましょうさあ中身はこういう感じですね 説明書とこのね、えー、アルミというかねでこうシンサレートみたいなのがサンドイッチされてる全体的に、えー、テープになってるやつですねでこれをボンネットの形にまあ合わせて切って貼ってやるとで一応付属品としてはいアルミテープこれ単体でも売ってるアルミテープなんですけどそのまま入ってましたねこれで、えー、周りを囲うように貼ってあげれば OK とそういった商品になってます はもともとこういうのがついてる場合さあちょっとしわ寄っちゃったんですけどもともとインシュレーターがついてる車はたいこんな感じでいいんじゃないですかねはいでこの端っこがこうめくれてきちゃうのでこれで仕上げてやると。 はいこんな感じで銀色になりましたねでせっかくなんでついでにちょっとこれ別なんですけどここね、えー、ミニバンってエンジンルームに対してガラスが上にかぶさってるわけです要するにエンジンルームの方にダッシュボードがせり出してるだからこの下からエンジン音っていうのがこう室内に入ってくるんですよねなのでこここんな風に下の方までやってありますあとこのワイパーの、うん うーなんだ、えー、中もうデッドリングしてあげるとより効果倍増ですちょっとね開けるの面倒くさいであれなんですけど中やってありますがっつりデッドリングしてありますえそれからこれですね、えーまあ、この写真にもあるんですけどこういうねボンネットの隙間のところにこれを。 もう単純にテープなんで、テープで貼ってあげることで、えー、今まで何もない隙間だったところをこうもっこりさせて、そこにこうピタッとね、ボンネットが閉まるといったものですね。これ風切り音防止もちろんなんですけど、エンジン音が外に出てくるのも防いでくれるんで、これもね、窓から入ってくるエンジンの音っていうのを抑制するのに非常に効果が高いといった感じでございます。しかも貼るだけ。 で、えーっと、ここの隙間モールを、ね、このモールに合うようにここにも貼ってあげてありますこれでまあエンジンルームは OK と音は、えー、ほとんどが下に出るこんな感じですねはいキシミオンのね、えー、低減テープということなんですけど車って見えないんですけど実はすごく走行中歪んでるんですよグニ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 してるんですよ なのでこういうドアの合わせ目とかにこうゴムが貼ってあるんですけどそういうところからゴムがこう擦れるねキュキュッキュキュッとかねキシキシッて音がするんですけどこれを貼ってあげるとここにちょっとサンプルついてるんですけどツルツルなんですよこれでこう微細にね微妙にこうずれたと時もこうキュキュキュッていう音がまあ出にくくなるともう単純にこれそういうところにこうペタペタ貼っていくだけなんで非常にまあ簡単ですね効果も高いです さあこのビビリオンなんですけど高速道路で路面がこう何て言うのかな粒々アスファルトの粒が大きいところなんて走ったりした時にたまにビリビリする車があるんですけどこれはねちょっと構造によるんですよね車のねダッシュボードとガラスの隙間が大きい車だと、えー、つけやすいんですけどちょっとうちの車はね隙間今全然ない感じなんでちょっと入んなそうなんで、まあ、これちょっとキューブに入れてみようかなと思ってます。 さあ、まあまアルファードはですねもともと純正でこう似たようなのがついてるんですねダッシュボードにでキューブはねこんな感じなんでキューブに今つけてるんですけどこのね、えー、ワイパーみたいなゴムなんですけどこの2つトゲトゲになってる方が内側でここの隙間にこうですギュッとね こうやってまあ押し込んでってあげるだけと。これでダッシュボードとね、まあ、一応あのスポンジが貼ってあるんですけど、結局そのなんつうのかな、あのー、スポンジってこう経年変化というか劣化してくるんでカッサカサになっちゃうんですよね。で、振動で音が出ちゃったりするので、こういうね、ゴムのやつを入れることで、まあ、あのビビリ音防止になると。そういう商品ですね。 でまああの外から見ても見えない程度に押し込んでやるとであのー、こうね端っこがペリッてこうめくれててはあんま意味がないみたいですねだからこう内張りはがしのこのとんがってるやつでまあめくれないようにただ奥まで行き過ぎると今度はダメなんで <laughs> 難しいとこなんですけど こうなんていうのかなゴムがもっこり入ってるかなっていう感じでいいんじゃないでしょうかと分かりづらいかもしれないですけどこんな感じで完了ですこれでまあ分かんないですけどねこうやっただけじゃまあビビリ音がええ抑えられると出てればね出た感じですさあということでえ次はですね音楽計画になるわけですけど あのー、車のスピーカーってさあいかがだったでしょうかもしよかったらねこっちの方登録お願いしますじゃあね